はい、よろしくお願いします。はい、イエロー修理で、はい、はい、今回はちょっとご紹介、説明をお伺いしたいんですけども、屋根ありますよね、屋根。はい。で、大体まあ昔、今はいろんな屋根材ありますけど、大体瓦いうのは大体決まってますもんね。はい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 。昔はそうですよね。瓦っていうのはね、材質自体はまあ ほぼ持つんですね、うん、長いこと、まあ、割れん限り。割れん限り持つんですね。はいはい、はい、ただここに言うたら胸がありますよね。胸、胸、はい、上に乗ってるやつですね。はい、胸でここにこう瓦のマークがあって、ここに漆喰油で白いこう塗り子みたいの塗ってるでしょ。漆喰、はいはい、漆喰ですね。白いやつですね。そうですね、はい、でここに刺し胸があって、ここにもこう漆喰がこう塗ってるんですね。面、うん、ここ面土漆喰って言うんですけど、はい、でそういう漆喰を、はい、大体 10年から15年ぐらいでもうボロきますね。ああ、10年10年から15年、うんうん、で漆喰が剥がれたらなんであかんのかっていう話。はいはいはい、はい、で大体昔の家はね、10年15年でね、古い旧家は屋根を入れて漆喰を塗り替えてたんですね。だから長持ちしてるんです。はいはい、で今の家は大体漆喰がボロボロになって、はい、雨漏りするまでもう修理入れないですね、うん。あー、なるほど。で雨漏りしてる時点になると、もうここから水が回っちゃうんですね。はいはい、こういう瓦がこう、瓦がこうあるでしょ。はい、瓦がこうあって、でここの大胸から水が流れて、もう雨漏りの原因になっちゃうんですね。はい、うん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 、でそれでもう言うたらもう修理も効かへんっていう風になって解体っていうのが多いですね。で、どういう構造かっていう話になってくるんですけど、はい、まずね、漆喰をきちんと塗り直せへんかったら、はい、だいたいそこが剥がれてね、うん、で大胸ありますよね。こう胸、胸、まあ鬼瓦がこうあるんですね。鬼瓦、鬼瓦、鬼、はいはい、こんな鬼瓦があって、はいはい、でここが漆喰があって、はい、こう瓦が並んでですね、はいはいはい、こう瓦が並んでて、はい、で軒があって、はい、こんな家、はいはい、でここにね、はい、のじ板いうのがあるんです。のじ板、のじ板、うん、でこの上にルーフィング、ルーフィングいうて、あの防水シート、あこの上に防水シートが入ってます。うんうんうん、防水シート、そしてこのところに言うたら瓦土が入ってるんですね。瓦の土、ほんでここの漆喰が傷んでビューッと流れて、はいはい、ここの伝ってずーっと流れていって、ずーっと流れていくんですね。うんうんうん、だからこの辺になってくると、この言うたら瓦土が痩せてくるんですね。ここの瓦が落ちてしまうんで、あ、なるほど、たわんで、なるほど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 、たわんできて、はい、なおかつあの水と言うたら蒸発を繰り返すんで、ここの、うん、防水シートというのはだいたいビニールのシートなんですけど、うん、ビニールってね、うん、こう引っ張ったらねちょーっとこう、紙よりもまだサクサクなパリ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 っていう感じ、はい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 、でこの辺があるとね、水が回るんですね。はい、あ、で防水シートが防水シートの役割を失います。はいはいはい、でこの次に行くんが、うん、このの字板がもう傷んでくるんですね、反りくり返ってなるほどね、うん、で今度はの字板が反りくり返って、はい、もう言うたらなってくると、もう瓦のもう位置が、胃がね、ぐちゃぐちゃになってる。ああ、ああ、ああ。で、ここで風が吹いたら、もう言うたら、もうガチャガチャになってる。なるほど。だから、10年か15年ぐらいで、一回漆喰を塗り替えて、はい、健全な瓦にするっていうのが一番大事です。はあ。で、だから、これは家の修理を、10年から15年、まあ、30坪ぐらいの家でね、だいたい、漆喰塗り替えて、ある程度カーラー面倒を見て30万もあったらできると思います。30万ぐらい、
15年に1回やるのと、はい、全然持ちが違いますね。なるほど。30年で2回やっとったら、まあ、やればまあ安心。あと外壁も一緒なんですね。外壁もか。なるほど。外壁、はいはい、ここも一緒なんですね。ここもやはりね、ヒビが入ってモルタル武器、モルタル塗ってるところあるでしょ。はいはいはい。モルタル、うん、モルタルね。ここもだいたい塗料が10年ぐらいかな、塗料は。はいはいはい。だから10年に1回やってます。でここも言うたらしっかり洗って、うん、でモルタルのところもパテで埋めて、うんうん、できちんと塗料を拭くと持ちます、うん、ただ、うんうん、これをしない場合は、はい、ここ割れちゃって剥落しちゃうんですね、ポロッと。モルタルごと取れちゃう。なるほど。ほんで今度は壁の板が見えますよね、うん、はいはい、剥き出しになるんですね。剥き出しね。ほんだから結局また解体、はい、解体あ、そっか。じゃあ結局ね、屋根と、はい、壁、やっぱり10年ぐらいから15年の間で1回修理してください、はい、そしてそこからまた伸びます、うんうんうん、伸びるんだけど、そこからまた10年15年でもう1回修理する、はい、なるほど。だから屋根と、はい、塗装と、うんうんうん、入れたらやっぱり120-130万はやっぱり1回かけるような気持ちが一番いい、長持ちしますね。逆に長持ちするんですね。うんうん、結局そこで修理効かへんようになったらね、はい、もう何も修理してももう家持ちませんわ、うん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 、30年目で1回目の塗装とか言ったら、はいはい、家の劣化具合が全然半端ないから。違うから。でいつも言うんが、はい、そこで解体するんが嫌や言う人は、はい、いらん修理をしてからもうシャアなしに解体する人多いですね。だからまあできれば早いうちに手当てしといた方がいいってことですね。そうです。やっぱりお肌も劣化して、はい、言うたらシワシワになってから、うん、なんぼ言うたら化粧水つけても、はい、なんぼマッサージしても元の肌には戻らないことですね、うんうん、なるほどね。はいはい、わかりました。ありがとうございます。はい、どうも。